公開中の映画、バンブルビーの公開記念舞台挨拶が23日、都内で行われ、土屋太大鳥、心座子孫、淳、木村良平、結城葵、浜野大輝、土屋新葉登壇した。この日は、本作の日本語吹き替えを担当したキャスト陣が、勢ぞろい。少女チャーリー役の土屋太大鳥と実の弟、神葉が、イベントで、初共演を果たした。弟の神葉は、劇中で、姉が演じたチャーリーから思いを寄せられるトリップを演じ、トリップ自身はチャーリーが、自分に好意を寄せていることは、関心の外にあったので、トリップが持っている、ノリの良さを出せたらなと思いながら演じました。グルーヴ感や海外の感情を表現したつもりですと振り返った。本作のジャパンプレミアで土屋がチャーリーと弟との関係で通じるところがあると語ったが、それについて神葉は弟を利用するところがと話し始めると、すかさず姉の土屋が利用というか美味しいもの食べようねと言っておねだりしたんです。かっこ笑いと弟のコメントを遮る場面も、姉の慌てた言動に神葉は、切羽詰まっている時とかパワーをもらいたいなと思っている時に、姉にちょっとお肉食べないと言ってきて、美味しいところをいろいろ行かせてもらっているので、持ちつ持たれつの関係という感じですとフォローし、姉の土屋は、弟が好きですね。と、弟の言葉に、感謝しきりだった。本作で、少女チャーリー役として、初の洋画吹き替えに挑戦した土屋。豪華声優陣の中で特に結城葵との共演に感動したそうで、私が初めて声の演技を挑戦した時にご一緒させていただきましたとその理由を説明し、本当に舞台や映像とかの仕事で悩んでいる時に結城さんの作品を見て乗り越えてきました。今回のチャーリーもどうしようかと悩んでいたら、結城さんの声を聞いて、すごく感じることがありましたと結城に力をもらったと、言う。また、土屋は、理想の男性であるというバンブルビーと同じステージに、立ち、本当に、背が高くて、すごく可愛らしくて、愛おしいですね。自分を、最大限生かした戦い方をしているし、大切な人を守るところが大好きですと大喜び。イベントの途中では、バンブルビーと共に劇中の名シーンを再現することになり、すごく嬉しいです。映画では映像でだったんですけど、実際にこうやってバンブルビーの顔を見ながら触れることができて本当に嬉しいです。声が思ったより出ませんでしたが、気持ちは込めましたと笑顔を見せた。世界的なヒットを記録している人気シリーズ、トランスフォーマーのスピンオフとなる本作。同シリーズでも大人気のキャラクターバンブルビーを主人公に、傷ついたバンブルビーと自分の居場所を見つけられない少女、チャーリーの心の交流を描く